いました。かわいい千鳥柄、かわいすぎるよこんにちは、嘘、こんばんは。お仕事2日間でまた休みで嬉しい。確かに来週大変になりそう。まあ来週4日間ないからあれだけど。やっほー、ギョンちゃん明けおめありがとう。黒い明けおめ、そうなんですよ、感謝枠解放してた、嬉しい、ありがとうございます。2月5日初日の感謝枠解放ありがとうございます。イエーイ、パチ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 、嬉しかった。めっちゃなんか普通に今日なんか昼寝してた、昼寝っていうか、まあ、夕方ぐらいから7時ぐらいまで寝てしまってて、あ、やばいって思って、7時ってことはあれもう感謝枠とかなんかねあれが更新されとると思って、もう起きたすぐに見たんですよ、あのギャラリーのね、あの STU のところ見たら2月5日感謝枠解放のメンバーに私の名前があったんですよ、嬉しい、ありがとうございます。つくねたんさん、黒い焼きおめありがとう。あの2月5日申し込んでくださった方ありがとうございます。他にもね、2月5日じゃないけどね、あの他の日程申し込んだよって方とかもありがとうございます。マモアクとかねないのであれなんですけれども、この今日から始まった A 日程のラストの受付の3時はですね、6日から結構長かったよね、10日だ、10日の、火曜日ですね、祝日連休、まあ、3日間の連休明けの次の日の13お昼までということで、ちょっとねさっきメールでも提出したんですけど、1時2時は初回申し込みだけだったんですけど、今回は複数回申し込みということで、もう何回でもね申し込めるようになったので、もしよかったらぜひ今後申し込もうかなとか、いい日程から申し込もうかなとか思ってる方がいらっしゃったらね、この今日から始まったいい日程のラストの3次受付で申し込みしてくださると嬉しいです。そう、バネラモンスターさん、黒い明け止めありがとう、こんばんは。一週目申し込んでありがとう、マックスでってことかな、ありがとうございます、こんばんは、こんばんは。そう、本当にめちゃくちゃ嬉しかったです、ありがとうございます。1枚でもね申し込んでくださった方とか嬉しい、本当に嬉しい。メールでね、その複数回申し込みっていうのを見れてなかったんですよね。で見てからね、またさっきメールで届いたと思うんですけど、1回目はその申し込みが2月23日の感謝枠を開放して、2月5日初日の感謝枠を今日開放した日の最終時間だけ完売を目指すって言ってたんですけど、今回のその複数回申し込み可能って見てからどうしようかなと思って、まずはその今日感謝枠開放した初日の2月5日新年の挨拶、みんなと新年の挨拶できる日の、私は今回3時間お話し会がねあるんですけども、4時間目5時間目8時間目の3時間あるんですけれども、その3時間をこの今日から始まった3次受付で完売させて、そしてそれプラス2月23日その次の日程のうさぎコスプレの日と、3月12のみほりんと一緒にねコスプレをしていただく日のこの2日間の感謝枠解放を、この A 日程の3時間 A 日程の3時受付で目標を目指したいなと思います。初日の完売、そして2月23日と3月12日の感謝枠解放を目指していますので、もしよかったらチェックしてくださると嬉しいです。ちょっとあれに書きます、ツイッターじゃないわ、ショールームのプロフィール欄にちょっと書きますね。うん、ウィンディーさんハートありがとうございます。キヨニーさん1100日おめありがとう。
ふぅくしゃみー。 STU48 9枚目シングルタイトル見てお話し会受付中。日程を貼っとこ。こんばんは。参加予定の日程の中でどこに注力しようか。あ、で、何日？ 4 日間でしたっけ？よね。財布のことは忘れてみる。ありがとう。話そうね、いっぱいいっぱい。こんばんは。お、4月30日待ってます。そう、3時が A 日程ラストなんですよ。みろさん、だるまありがとう。直接お話し会。そこ、妹の声。待ってくださいね。めっちゃ妹。全日程全時間完売。あ、間違えた。2345。はい、ですね、今更新したので、みんなもね、更新ボタンを押したら、あの、配信のプロフィールのところで見れるかもです。よろしくお願いします。なんだっけ、プロフィール更新ボタンを押してプロフィールのとこ見たら、多分お話し会の日程とかが追加されたかな。ぜひチェックしてください。 URL 飛べるかな。おお、なんだこれは。中吉北斗の高さありがとう。中吉、この前もね、誰かやったんですけど中吉だった。私のルームシェア中吉しか出ないのかもしれない。ありがとう。そしておめでとう中吉。中吉はね、もう下がることもね、なっちゃうからね、どんどん上目指して上がっていかないといけない。ないちゃんさんありがとう。1100日おめありがとう。めっちゃドタバタしてる。怖い怖い、やめてほしい。怖い怖い。4月30日、お、待ってます。こんばんは。もう初訪問ありがとうございます。 STU48 の篠野空葉です。19歳の兵庫県出身です。まだルームフォローしていませんでしたら、この辺にあるハートをね、ポチッと押してルームフォローしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。こんばんは。9時か妹と、あ、そっか、今日金曜ロードショーか。いや、何も見ないな。私はメールを打ったり、他のものものブログやらしたいなって思います。こんばんは。明けましておめでとうございます。ありがとう。こんばんは。タメ口と萌えゼリフの興味ありすぎる。ぜひお待ちしてますよ。アンナちゃん1100日おめありがとうございます。あ、今日、え、ん、今日1100日ってことか。おめでとう1100日。あれ、なんかこの前なんか言わんかったっけ。1100日おめー。自分、安部さんも1100日おめありがとう。お、おすすめ待ってますね。あ、おすすめは作ってないか。確かに作ってないけど、全日程最終時間がおすすめですよ。こんばんは。何か言おうとした。なんでやねんね。
6月24の直接確保したありがとう、ありがとうございます。あ、そういうことか、そう3周年か、3周年の時にか、分かんなくないね、それなー、マジで直接もあるからね、もうオンラインを方法をしてしまっているけど、でもその次に直接私はもし今回の受付で今のね始まった3時でなんだっけ、空がおすすめしてる、あ間違えた、2月23日と3月12日の感謝枠が開放したら何だっけ、次の直接の日程のね早い順にちょっとおすすめをしようと思ってて、3月25日の幕張メッセとかおすすめしていきたいなって思います。こんばんは。お、天然うなぎさん1100日おめ、今日はイランチさん1100日おめ、ありがとう。ドゥ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 、萌えゼリフはね学んどきますね、STU に萌えゼリフがうまそうな方々がいらっしゃるから、萌えゼリフね、かまちゃんさんレインボースターありがとう。ポッポポポポ、え、なにこれ、新春個別セット予約受付中だって、受注、なにこれ、私のどんなんなんやろ、私のどんなんなんだ、私のどんなんなんや、こんばんは、こんばんは、予定が全く分からんから、ああ全然全然待ってますね、待ってますね、またね予定が分かった、そうだよね、難しいもんね、先のこと分かんないよね、7月なんて7月って、7月っていつって感じだけど、7月なのまあ分からんよね、お夢に出てきた、だって私さまだ夢見てないんですよ、多分分からんけど、見とったら分からんけど、記憶に残ってる夢は見てない、夢を見ていないんだよね、どんな夢見たんだろう、気になるね、おすすめの部を決める日と決めない日、おすすめの部は全日程です、全日程最終時間です、こんばんは、お仕事頑張って、こんばんは、幕張待ちきれず2月5日取っちゃった、いや全然ね、皆さんがねその来やすい時間帯やっぱり優先的にね、私がこの日だから、この日おすすめしてるから、この日を取らないと、とまあ取っていただけたら嬉しいけど、みんなの予定がねやっぱり第一なのでね、萌えゼリフが上手な日もひなさんとか、あとでもあずみんがねうまいらしいよ、ウィンディーさん1100日おめ、ありがとう、こんばんは、 STU48 のシナノです、こんばんは、あ、天然うなぎさんもち、お父さん1100日おめ、ミロさんも1100日おめ、ありがとう、1100日1100日ありがとうございます、こんばんは、お父さん1100日おめ、ミロさん1100日おめ、バンジェロモンスターさん1100日おめ、ありがとう、こんばんは、やっほー、皆さんお仕事お疲れ様です、明日は何するんやろ、かまちゃんさん1100日おめ、ありがとう、さあは今日はばあちゃん家に行って、あのね、いとこも、いとこのねお父さん、なんか お母さんもお兄ちゃんもいて、なんかめちゃ普通にのんびりお話ししたし、しました、しました、しました、のんびりお話ししたり、
買い物っていう買い物、なんか本当に私今物欲がなくて、なんか昨日も友達と大阪で遊んだ時に可愛いとかと思う服あったんやけど、なんかこれやっていうやつがなくってなんか買わなかったんですよね。でなんか物欲がほんまになくって今、まあ、いいことなんだろうけど、まあ、物欲がない、なんか欲しいんだけどね、何かが欲しいんだけどね、これというものが見つからない。呼び捨てガチ勢の予定が合わなかった、なんてこったパンナこったそれは泣いちゃう、よーって言いたかったね、よー何々やっほやっほー言って。かまちゃんさん1100日おめありがとう。そうあずみんね、うまそう、誰がうまいんだろうね、誰がうまいんだろうな。こんばんは、味噌煮込みうどんじゃん、え美味しそうやんだ初日のラストとりあえず集中して、そうですね、初日を初日の4時間目と4時間目5時間目8時間目の完売をまず目指すので、皆さんがこの2月5日の初日のこの4時間目5時間目8時間目の中で一番来やすい時間帯で申し込んでくださると嬉しいです。そしてその2月5日がちょっと来れないよって方は2月23日のうさぎコスプレの日感謝役、あと3月12日のみほりんと一緒にコスプレをするときどっちか投げてくださると嬉しいです。ごめんね前半からの申し込みあの言ってて、後半逆に前半無理で後半生きるって方もうーんってなってるかもしれないんですけど、でも後半投げてくださっている方は逆にね後半の申し込みとかであのねなんか力になるじゃん、今も十分力になってるけど目に見えないだけであって申し込み数っていうのはあれなので減ったりとかしないので、今後半前半行けなくて後半申し込んでるって方、監視枠開けてなくてごめんって思うかもなんですけど、後半の受付とかであのね大なんか大なんていうんですかね、伝われなんて言うんですかね、言葉選び下手くそ、なんか後半ですごいより力になると思うのでよろしくお願いします。ギャラ1億円ですね、私が夢に出るギャラは1億円、だから私のあの私夢出て私のん私が夢に出てきたことある人ぜひあの私の口座にぜひ1億円をね、それでさ一応口座分かったら怖いけどね。お仕事頑張ってください。もびさん黒い焼き飴ありがとう、こんばんはね。アリのゲーム10日までだからね、今ならプレゼント、物より金、私あんまりなんか別にそんなあれかも、お金いっぱいもらったとても物欲がねないから。昨日大阪にすれ違ったらもかったね、大阪そう昨日大阪マジ梅田とかにいましたね、なんどっか行ったんだけどどっかの地名忘れちゃった、なんかどっか行きましたカフェ行くために。でもそんなね大阪駅からねあんま動かなかった、わかんなすぎて、道頓堀とか行きたかったんですけど道頓堀行ったとてなんかこれっていうのなさそうだなと思って、たこ焼きとかまあ写真撮るとかに分にはいいんだろうけどね、なんか見てる気がする、違うか外か、こんばんは10枚だけ隠した、おありがとう、多分参加できる、もう絶対参加ねしたいね、それは投げてくださったところはね何としてでも参加していただきたいし、みんなも多分ね悲しいと思うけど、それもねその逆にね完売とかさ、もしお話し会この日撮ってるよって方がいてさ、こうお仕事で行けなくなったってなったらみんなも悲しいだろうけど、あの私も悲しい、めちゃめちゃ1100日おめありがとう。
ソラハのお話か面白い？だって。どうですか皆さん、ソラのお話か面白いですか？面白くないって言われても逆に泣くけどね、ごめんねってなる。ソラのファンの方は優しいから、面白くなくても面白いって言ってくれるかもなので、ぜひあのご自身で確かめに来てみてください面白くなかったらごめんなさいなんですけど。エステウサギちゃんさん1100日おめありがとう。こんばんは。今日夢出てきた。え、見たよ、ソラハで調べた、出てきた。どういう夢すぎてめちゃめちゃ気になる。みんなが見た夢気になる。ソラハが出てきたやつ。英気感が大事らしいです。そうで、英気感でね、どれだけって感じとか。英気感大事。何屋のロバさん、センスありがとう。10億円ぐらいかな。1億。最近よくで5回も出てきてくれたの。私出てきたの5日の4時間目残念ながら空いておりまする。だってじゃあお待ちしてます。その時に空が面白いかぜひチェックしてください。 CD 買えなくなるの絶対に夢を出ない。夢出ないでください夢出たい、夢出たい夢出たい。そろそろ会いに行かなきゃ。そうだよ、来てないじゃん全然。最近ショールも来なくなった。昨日ナンバに言いました。合計枚数わかんないですね。こんばんは。何分とかしかわかんないですね。こんばんは。え、優しい。ソラちゃんの同じ回めっちゃ話してくるから楽しいよん。やったねん面白いよ。だってお話し会楽しい。え、嬉しい。めちゃめちゃ面白いし、めちゃめちゃキュンキュンする。実際に体験するのが一番優しい。面白いというか可愛い。え、可愛い要素ある。ありがとう。それはそれでよかった。緊張しそう。緊張しないよえ、多分 ST メンバーの中で唯一じゃないかもしれんけど、緊張部類には値せんと思う楽しすぎてもっともっと話したくなっちゃいます。本当ですか、本当ですか。たびたび圧を与えてしまっていますけれども面白い。だって嬉しい。こんばんは。あ、腹を抱えて大爆笑です。ちょっと持っておきました。言わんでいい、言わんでいい。うちの大爆笑してるイメージないし、まだ腹へ抱えられたことないよ。こんばんは。ね、そらもうだってさ、2月5日まで話せんってやばくない？ちょうど1ヶ月後だよ。やばいって。さすがに、さすがにやばい。まあでもそれまで私は逆にね、落語とか、あの帰って公演とかお仕事とかであるからあれなんですけど、だからあっという間に2月5日来そう。え、ほんとじゃあ2月5日さ、新年の挨拶とともにさ、ソラハ落語頑張ってって言ってねみんな。私ほんとに落語やばいんだからねやばいんだから。落語10日と12日なんですけど、落語やばいんだからみんな。そう、まだ兵庫県にいます。おしましでお話が行くと、え、そう、なんかそう、おしましで来てくださるのは嬉しいんですけど、その相手方さんに申し訳ないっていうか、ソラハがもし自分の件で、自分の件をもういっぱい取ってるからといって他のところにあのその件で行ってたら、え、なんでソラハと話したくないのってなるし、ちょっと悲しくなるからという思いで来てくれるっていうのは純粋に嬉しいけど、もし自分がそのえあの行かれる立場やったら辛いなと思って怒っちゃう。お、昨日夢にソラちゃんが出てきたんだから、あ、じゃ あの私の口座に1億円よろしくお願いします1億円よろしくお願いします。パイナミさんありがとう。もちマシンガントーク止まらん。そう、本当にそう。てかね、そう、頻繁に来てくれる人はもちろんなんだけど、こうあんまりね、こうね、こうお仕事の都合とか予定とかでこうポン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 いっぱい来れない方とか特にいっぱい、誰したのとかめっちゃ話しちゃう。こんばんは。そう、ノープランで、ノープランの方多い気がする。お、焼肉いいね。肉肉。緊張でガチガチになってもソラハちゃんが自慢のトーク力で何とかしてくれますかもねえねえ、ちょっとなんかみんなハードル上がるな。ドキドキするわ次の話会。こんばんは。ファイナミさん1100日おめありがとう。落語のこと少し言われてた。おー、
ダメだ、落語忘れないで。めちゃくちゃめちゃくちゃ私もうやばいんだからな。やばいんだからな。あれれれれ、どっか行っちゃった。どうやって聞い出すかむずい。あ、挙手してください。そう、スラハが喋りすぎてみんな話できない時とか挙手したりとか、もう逆にめっちゃ一方的に喋ってください。この前のね、あの年末のあの良いお年を、私いろんな人喋りすぎて全然みんなの良いお年を聞けなかったんですよ。だからそういう良いお年を言いたい方は結構ね、もう割り込んで来てました。あの、ごめん、いい、ちょっと言いたいことあるんだけどみたいな言われて、あ、何、言ったら、あ、今年ありがとうみたいな、ああそうだよねみたいな。もう私は一方的にやっぱ喋りたすぎて、みんなと話す時間ってないからさ、そんなに定期的にめっちゃあるわけじゃないし。え、2月5日他の予定全部やめて、そらはちゃんだけにしたから褒めて。え、本当に、それはやばいね。え、さすがにそれはやばい。もう褒める、もう褒めるよりの上のことをしてあげたいな。もうなんかわかんないけど、何すればいいかわかんないけど、すごい嬉しい、ありがとうございます。いいね、じゃあなんか一途感がありますよ、 STU だけですが。こんばんは。腕組んで画面眺めるだけで話が進んじゃうくらい盛り上がるトークしてくれて最高ねって。腕組んでないでしょ、いつも組んでるのかな。こんばんは。そう、押し増し、そう、押し増しって言わん限り分からんけど、あ、でもこの方押し増しっぽいなって思う人には聞いてしまう。押し増しですかって。こんばんは、嬉しい、枚数アップありがとう、嬉しい。めちゃくちゃ押し増し使ってます。あ、おうちに誰かの剣をってこと。嘘、ほんとか。こんばんは。そう、ダメだよ、空葉の剣で他の子言っちゃダメだからな、マジで。ちょっと運営さんに聞こうかな、空葉の剣で押し増し行ったことあり、行ったことある人いますか。それで教えてくれることはないとは思うけど。こんばんは。押し込むときと押しが変わるのはあるある。怖い怖い、やめてやめてやめて。2月5日にもしかしたら空葉押しもうゼロになっとるとか、やめてな。最近頻繁に行っても久しぶり。え、なんかね、私の多分時空が歪んでんだよね。なんか、なんかちょっと会ってないだけで、なんかもうマジで久しぶりになるんですよね。スラハがトークを思いっきり回してくれるのが楽しい、楽しむだけだって。回してる、本当によかった。タムタムさん、センサーありがとう。そう、良いお年を、そう、良いお年を、そう、言えなかった、そうだ、言えなかった方めっちゃおると思う、通常運って。そうなんですよ、私のね、ところは前張りで1億円もらっていいですかな。あ、もう、もらう、あ、私の夢に出てくる、私の夢に出てきた場合はそうですね、もらう、逆に5000万円、半分の5000万円貼ってください。そらはしか戻ってこない、うれしい、ありがとう。ありがとう、申し込んでくれて。渋谷の HMV からお話し会に参加は無理でした。なんかがあるのか、2月5日に。お、21時、あ、ほんとだ、21時1分だ、早い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 。こんばんは。人生で1時間おもしましたことありません、マジ。逆にその一度の人誰やろな。どうやって気づく、気づかないですね。聞きます、私は。おしましたくさんしてましたですよね。さんの件じゃないだろうなと思ってた。でも来てくれる分にはすっごい嬉しいんだけどね、なんか複雑な感情になる。推しでも今日は気分じゃないって時はよく、え、やだ、待って、そんなやめてよみんな。やだやだやだ、推しやめてよ、今日ソラハの気分じゃないから違う女の子行こう、推し増しできる子行こうとかやめてよ、それで釣られたかな、マジで。やめろよみんな、よくないぞ、よくないぞ。ソラハさんのとこ行ったこと、嬉しい、食べたよ、そのまま行かずに行かずに、行ったら釣られちゃうから、みんな可愛いから、ソラハより魅力的な子がいっぱいいるから。こんばんは。体調悪くて安心感、嬉しい、安心感ある、嬉しい。
まゆちゃんの件でおしまししたことありますだって。え、もう申し訳なくなっちゃう。マリ証明書がこっちは久しぶり感ないけど、みんなはそう、みんなはね、あの空の顔が見れるからさ、まあ久しぶり感ないかもだけど、空は見れんからな、みんなの顔をコメントでしか見れないからね。あれね、前日ライブで顔見てん、顔前日ライブで顔見てんのに元気なんて聞いてくれるメンバーも多いから安心してほしい。元気スラハじゃないかな、スラハじゃない他のメンバーやな。ミルさんハートありがとう。良いお年を。2月5日に早っ、それはそれは早い。困っちゃう困っちゃう。もちろん逆もある。にゃーやだやだ。こんばんは。申し込みだけど手のかかるお嬢様と話すことが積もり積もってるの、少ししか協力できる気になって。全然大丈夫ですよ。嬉しいですよ、でも来てくださるっていうのがね。でもそう、空星の方じゃない方がこう申し込んでくださるのって本当に嬉しいことだからね、ありがたいです。最近本当にね、少しずつですがね、こうね、あ、何々ちゃん推しの方だとか、何々ちゃん推しの応援してくださってる方だとかっていう方が来てくださったりとかして、すごい嬉しいなって。まあ、それの逆もみんながね言ってることもあるんだろうけど、自分のとこにそういう方が来てくださるってことは他にも言ってる方がいるってことだけど、こんばんは。あー、いやおもろ、サラハの家虫、確かにね、虫ゆうかちゃん助けてくれたわ。そこでね、フリですから。フリじゃありません。握手会をします使ってた。あー、握手会懐かしい。気分じゃない時はお話し会ごと欲しい。もったいなくない、それは。こんばんは。行ってらっしゃいって言われるの日常。それは多分反対ですよ。言って本当に行かれたらあーってなっちゃうよ。ツンなんかもしれん。あ、初期の頃ね、あつ、確かにね、それね、あつさんから来てくださった方だからね。すーごいめっちゃ声聞こえる。当日やっぱり緊張するから、ソラハちゃんに書いちゃった。嬉しい。ソラハ安心感ある？ソラハ安心感ある、もしかしてこれは。だから押しますね。ダメだってば。ダメだって。直接話し会前と、あ、ありがとう。そう、話し会申し込み中なので、あの2月5日が皆さんのおかげで感謝解放できたのでね、このままと2月23日と3月12日の感謝解放を目指し、そして今日感謝解放した2月5日のね、4、5、8時間目の完売を、この今日から始まった A にてのラストの第30受付で目標を目指したいなと思います。この30受付は、あの、1時間あたり5枚で10枠だから50枚、最大50枚を、あの、もう複数回何回でもできるみたいなので、あの、今後撮ろうかなとか、今後この日も撮ろうと、あ、夜予定あるけど後に回そうかなとか思ってる方も、ぜひ今ね、この申し込みで知ってくださると嬉しいです。ゆうかちゃんに釣られないように頑張ってください。平気になれ言われても、平気になるまで訓練してます。こんばんは、こっち。確かにね、確かにね、参加できなくなる場合はまあまあまあ仕方ないけどね、もったいないしね、その参加できなくなってさ、でも他の国押し増しできるってなったら剣もったいないからね、わからないけど、それで釣られないかが心配や。こんばんは。いろいろあった時、素直に、いつからなんて聞かれた時はすごいなって。そう、でもすごいなんかもう失礼なこと言ったなと思ったもん。あの時は反省しました。あの時からちょっと大人になったのでね、多分。こんばんは。お話し会って、お話し会なんかね、ソラハのコミュニティのやつすごいんだけど、だからいろんな方々がめちゃくちゃなんか拡散、引用リツイートとかしてくださっててめっちゃ嬉しいし、なんかあの検索なんか動画とか作っとって、どういうことと思って、そんな私可愛い画像もさ作られへんのにさ、動画作っとるってどういうことって、 YouTuber やんってなった。
それをね動画作ってそれを多分ツイートしてくださったりとか、それを拡散してくださったりとか、拡散とかねいいねとかこうしてくださってる方本当にすごいなと思う。もう空もあの空派のねコミュニティさんが上げてるやつとかめっちゃ分かりやすいからリツイートしたいんだよ。気持ちリツイートしてる。こんばんは。早く握手会、え、それな、握手会はいつになったらできるの、やな。こんばんは。モチベーションって言葉が存在するわけですが、推し面がちこいの私には関係なかった。確かに一時期ね、一時期スティーブから離れてた時あったけど戻ってきてくれた。絶対それあと握手したら絶対気絶するしないよ、大丈夫、めっちゃ普通の手してるから。なんですね、日時で折れてながらお前 8分経ってる、やばいやばいやばい。こんばんは。ハウル見ないですね、私ハウル何回も見た。嫌いって全部本音だったらどうしよう。もう嫌いな人に嫌いって言いませんよ。でも大好きな人は大好きとか好きとかは本当に好きとか大好きな人にしか言わない。こんばんは。ってことはみんなのこと大好きだってことだよ。言葉出てこなくなる。嘘、緊張してる。安心感ある、この時お島さつまった、嬉しい、安心感あるのは嬉しいな。誰かお島しだったと分かるじゃない、分かるのかな。液性取ったけど当日嫌になって、そらはちゃんにお島し何回かあるなんで嫌になったんか、緊張とかもあるんかな。でも嬉しい、使ってくれる側は嬉しいんやけど複雑な感情になるけどね。イサムさんありがとう、ハート星ちゃん、絵にてね頑張っていきましょう。こんばんは。他のメンバーさんに釣られそうになっても釣られません。釣られたら言葉の圧でいきますね。最近セリカさんがギャップをいじってくれて、どういうことだった、キャップをね、 S のね緑の帽子外さないでくださいね。こんばんはね、動画嬉しい、リツイートしたい。そんなに簡単に釣れるほど空星の愛は少ないか、いや釣られないでって思うけどさ、いや違う、みんなの信用とかじゃなくてメンバーみんな可愛いし素敵やし、お話し会ってなるとこう公演とかなんかテレビとかの印象と違ってめちゃくちゃなんか面白かったり、逆に1対1の時のが面白かったりとかするから、魅力的な子がいっぱいいるから心配してるよ。みんなが簡単に釣られる人だとは思ってないけど、もう本当に魅力的やから釣られたら嫌だなっていう思いでねしてるよ。お、サンリオ、サンリオ今日あれよね、選抜メンバーと八幡優の選抜メンバーと PR 舞台だっけ。裏垢でリツイート持ってない。拓也さん黒い明けおめありがとう。どうげーだ、でもすごい見やすかったです。握手しても気絶しなかったって言えない、なんかやめてよ、嘘でも気絶したって言ってよ、なんかもうやめてよ、はやめてよ、なんか気絶してほしくはないけどね。好きと言われたことあるけど大好きとは言われたことない、だってあでもあんま大好きってうち言わんかも、誰に対しても。大好きっていうのはみちさんとか、あと昨日会った友達とか、大好きってあんま言わんかも。こんばんは、 STU48 の篠野空葉です。初見さんとか2度目ましての方ありがとうございます。 STU48 の篠野空葉です。毎日配信していますので、この辺にあるハートをポチッと押してピンクにしてくださると嬉しいです。あとね、このお話し会待ってますというのはですね、9枚目シングルが3月1日に発売されるんですけど、それのオンラインお話し会とか直接会ってお話ができるお話し会とかの受付が始まっておりまして、私のプロフィール欄からあの日程とかその申し込みできる URL とか貼ってありますので、少しでもね気になってくださった方はぜひあの URL からチェックしてみてください。みんな大好きは都合良すぎて逆に好き逆にな、褒めてくれる、可愛いもん。おきちゃんにおしましましたみたいに言われるの嫌、あの言うてくる人いないんじゃないかな、あんまり。こんばんは。K
結構チョロオタ。こんばんは。オークションで新しくなったの？推しメンから聞かれてスルー。え、推しメンから聞かれたん？あらららら、余計な言葉いらないねえ。言う、まあ、言う人はいないけどね、それのとこには。そう、こんばんは。ソラハのアスカが楽しいし、ソラハは可愛いということで結婚してください。結婚に行くんか、来週。大好き、でも大好き、でも 言われたことある人多分少ないと思いますよ、マジで。ほんまに多分言ってるんだ、その時の気持ち的に言ってるんだけど、なんか恥ずかしい言葉を言った時とかあって、大体私頭の中消すんですよ。なんかあのファンの方とかにもっと会いに来てよとか、なんかキモい、いやキモみたいな、何言ったのほなちゃんとかって思う。なんか大好きとかそういう言葉って自分の中で恥ずかしい、なんか萌えゼリフと一緒なんよ、もうソラハ的には分類はもう大好きも萌えゼリフと一緒だから、もうめちゃめちゃねえ、もう消してしまう頭の中。好きなんだけど恥ずかしいじゃん。え、みんなを消したくならん？推しメンにさ大好きとか 言ってさ、ソラハはさめっちゃ頭嬉しいから頭の中残るけど、恥ずかしくない？めちゃくちゃ大好きっていうの、私はもう恥ずかしいんだよね。多分初見でしたって、ありがとうございます。このアバター見たことあるけど違う方かな。こんばんは。4月30日、あれですね、アリちゃんさんとのやつですね。あれコスプレ借ります。黒いなんかワンピースみたいなやつですかね、借りますね。すいません、私が借りてしまってって感じなんですけど、ツイートも記憶も消してましたって。え、恥ずかしくなるやろ、なんかさ、ノリっていうかさ、その時めっちゃ好きで言っちゃったけど、後からうわあんなに大好きって言ってしまって恥ずかしいってなるやん。ソラハもそうなんよ。ソラハもミチさんとかにね、本当にね、近くに行って、あ、大好きですとかって言うけど、後から考えたら超やばいじゃん、なんか恥ずかしいってなるじゃん。だからちょっと消してしまいたくなるよね。まあ消してないんですけど。そう、ソラハに大好き可愛い結婚してと言いまくってますが、全く恥ずかしくありません。恥ずかしくない、嘘。でもそのぐらい好きってことかな、恥ずかしいとかじゃなくて、もうそのソラハの恥ずかしいを通り越したのかもしれない。呼び捨ての会話だって、呼び捨ての会話も来てくださいよ。そう、恥ずかしながらもね、そう、私も頑張って、なんか気持ち、なんか前回なんか気持ちを伝える日みたいに作ったんだけど、自分で作っときながら当日めっちゃ恥ずかしくって、その人に対してその感謝の気持ちをね言ったりするんですけど、最後に大好きって言うのがめっちゃなんか恥ずかしくて、超なんか じらすじゃないけど、なんか時間かかってお話し会に、そのもうあと何秒みたいな時に大好きですよみたいな。ちゃんと大好きだけで言えないんだよね、ふざけちゃう、私無理、ほんとふざけちゃう。そうだよね、わかる。メンバーに好きとか言ったことない、言うのもありかもですよ。大好きな人大好きと気持ちを伝えることが恥ずかしいわけがない。恥ずかしいわけない、恥ずかしいよ、そら大好きな人。私ね、もう好き、あのなんか好きな人の前ではテンションおかしくなるよ、めっちゃ変人やもん私。もう例に出してしまっててすみませんけど、みちさんの前では本当にやばい、超やば人です、キモいやばいやつです。確かにね、推しメンはいつ卒業してしまうか、確かに、まあそうだよね、いつ何が起きるか分かんないしね。結局一番好きな人は誰なんですか。トロウチコッコさんです。こんばんは。みんな大好き。呼び捨てもめっちゃ恥ずかしい、呼び捨ても恥ずかしいんだけど、めちゃくちゃね、あ、なになにやっほーみたいな、めちゃめちゃ恥ずかしながら、もう一発目に言えなかったら言えないから、めっちゃ緊張する、呼び捨ての日。松崎さん、レインボースターありがとう。いや、終わります、ちょっと
LINE 来た、家族から。いつまでやるのって来た。誕生日ます、もうタブレットの充電も 19% ということで終わります。13位コロコロさん、12位テルボーさん、11位帝国さん、10位ヒロさん、9位ヨウさん、8位キノピーさん、7位スーさん、6位バンジェラモンスターさん、5位モビさん、4位ミロさん、3位カイトさん、2位北斗のタカさん、そして1位は天然うなぎさん。ありがとうございます。ありがとうございますとですね、今日は皆さんのおかげで、あと初日の2月5日が感謝解放となりました。改めてありがとうございます。そして今日から、A 日程のラストの受付、3次受付が始まったんですけど、今回の3次受付は、1月10日火曜日の、13時までとなりますので、でこちらの今日からの受付はもうですね、1時間あたり5枚で、それを10枠、最大50枚を複数回何度でも申し込みが可能ということで、この A 日程で、目標として、あ、 A 日程ラストの受付で初日2月5日、今日感謝枠が開放した2月5日の、お話し会4、5、8時間目の、完売、そして2月23日次の2日目のお話し会と3月12日の3日目のお話し会の感謝枠開放をこの3次受付で目標としていますので、もし少しでも気になった方がいましたら、私のプロフィール欄とか、プロフィール欄から見れる URL とかからチェックしてください。そしてツイッターにも載せていますので、ぜひ見てくださると嬉しいです。あとお昼頃にめちゃくちゃ笑顔の写真をツイートしたので、こちらも見てください。福太郎さん、1100日おめありがとう。昨日はね、友達と遊んだ時にめっちゃ撮ってもらって、めちゃくちゃ素の笑顔、いつも素の笑顔なんですけど、特にの素の笑顔なので、ぜひ見てくださると嬉しいです。では9時に終わると言っていたんですけど、今日は50分ぐらい配信してしまいました皆さんありがとうございました。私の配信に付き合ってくださって、この後ね、なんかご飯食べたりとか寝たりとかする方ね、しっかり満喫してください。あとソラツ、ハッシュタグソラ通信でメールの返信などなど待ってます。キュありがとうございました。ではバイチャラポー、またねー、おやすみちゅー。